今ゴングが鳴りました。両者ともに黒のスパッツを身につけています。おなじみこの坊主頭に刈り込んでいるのがパンクラスイズム新井健二、サウスポーに構えています。一方今ローキック空を切りました赤井田志郎、2年3ヶ月ぶりパンクラスに登場しました。おっと右のフックが当たりました。近藤さん、はい、今の右のパンチどうですか。そうですね、ちょっと見えなかったです。あ、そうですか、はい、すいません。もう一回右入れます。フェザー級に転向後今日が2戦目になりました。現在はランキング4位の新井健二、ワンツーと入れていきます。一方赤井はローキック、軽快なフットワーク、さあ圧力をかけていきます。パンチからローのコンビネーションです。新井健二、川村さん、はい、この新井健二はもともとはウェルター級、そしてライト級からフェザー級に転向してきましたが、そうですね、僕が入門した頃はすごい大きかったですけど、今じゃ65キロですね。そうですね、もうやっぱこの体格だと荒さは大きいですね、はい。まあ、本人もですね、そのあたりはフェザー級が何かこう一番しっくりくるような気がすると語っていましたが、その新天地フェザー級現在はランキング4位、ベルトが射程圏内に入ってきました。両脇を指しています新井健二、ロープに押し込んでいきます。今度はコーナー、膝を使っていきます。ここからテイクダウン上になります。河村さん、はい、ここまで今両脇指した状態からテイクダウン、ね、非常にこれいい動きですかね。レスリングは小原さん強いので、まあ、それと、まあ、それにはかかってこないんですけど、はい、最近の新井さんの試合ですけど、すごい楽しみながらやってるなって感じはすごいするんですね、はい、はあ、だからそれがやっぱり今いい方向に、行ってるんじゃないかなと思います。なるほど、はい、蹴り足を使いました。ミドルキック、また前へ出ていきます新井健二。お互いサウスポーに構えています。左のローを出していきます。赤井田代、名前とそして所属ジムを変えてこの一戦に臨んできました。新規一点です。このフェザー級の新勢力となるのか赤井。近藤さん、はい、序盤から赤井はローキックを出していますが、このローについてはいかがですか。そうですね、ちょっと気をつけたいですね、やっぱり蓄積すると効いてきますからね、ちょうどこの新井の左の膝、まあ、サポーターを、まあ、右ですね、右の膝サポーター巻いていますけども、そのあたりに打ってきますね。そうですね、またローキックを放っていきます。グラウンドの攻防をする気は全くないと語っていた新井健二、このまま一発打撃で仕留めるのか。ちょっと西井選手のパンチがあまり見えてないように見えるので、はい、何か一つフェイントを入れてから入れると入れやすいのかなという感じはするんですけど、なるほど、はい、まあ、反対にこの新井の右のジャブがよく入っているような、それが全部当たってますので、西井選手目が腫れてきてますね、はい、それを元にしていろいろ組み立てられると思うので、はい、新井さんのペースだと思います、はい、さあまたローキック左ローキック、さあお互い打撃戦スタンド勝負を狙っていくのか。足がちょっと嫌そうですね、新井さんは。右の膝ですかね。そうですね、ちょっと、動ける感じが最初の感じじゃなくてちょっと変わってきましたね、新井はこの右の膝ローキックを嫌がっています。そして赤井は新井の、まあ、ジャブをもらっているという。そうですね、はい、もうそれは受けてもいいからローを入れるっていう感じに見えますよね、はい、お互い攻撃が、まあ、方向がちょっと違う方向に行っていますが、近藤さん、はい、この赤井の試合を見るのは今日初めてだそうですけども、ここまでどうですか、はい、印象は。そうですね、冷静ですね、はい、残り時間30秒切りました。パンチで前に出ます新井健二、またローキックです。赤井インローを放ってきました。外側そして内側と両方から放っていきます赤井。残り時間ほとんどありません。第1ラウンド、またローキック、グラウンドの展開です。
パウンドを落としてきます。ここで時間切れ、第1ラウンドが終了です。フェザー級の一戦第1ラウンドが終了しましたが、川村さん、はい、ここまではほとんどがスタンド勝負になりました。そうですね、あのローキック、石内選手のローキックがすごい印象的ですね。さあ、その西内田代、改め赤い田代、ここまでローキックで攻め込んでいきました。一方近藤さん、はい、反対に新井健二の方はこの後のラウンドどう攻め込んでいけばいいですか。そうですね、やっぱりパンチでいいと思うんですけどね、あのローキックだけ気をつけたいですよね、はい、はあ、まあ、相当右の膝もらってますからね。そうですね、ちょっとまあ効き始めてしまったかなっていう感じがありますよね、はい、はあ、あくまでもスタンド勝負にこだわりたい新井健二、この後試合は第2ラウンドです。ローキックのフェイントのローキックは怖いですね。今第2ラウンドが始まりました。ローキックのフェイントでハイキックとか来ると、今アレさんがローキックを拾いに行っているので、ええ、ガードが空いている可能性もあるので、ハイキックをもらう確率が高くなるわけですね。蹴り足を掴んでいきます。足を掴んで、これはグラウンドに持ち込もうというのか、新井健二。よし、さあ上になります。ストップドントムーブがかかります。首を取ります。さあ、自ら最もしっくりくると語っていたこのフェザー級、このあと今日は新チャンピオンが決まりますが、まあ、そのチャンピオンへの第一挑戦権をほぼ今日勝てば、手に入れると言ってもいいかもしれません。新井健二、非常に重要な一戦です。さあ、下になっています赤い田代、足を開きました。なんとかここは起き上がりたいところでしょうか。もう一度クロスガードに戻します。両方の手をしっかりと掴んでいます。川村さん、はい、赤井はこの対応でこれは問題ないですか。そうですね、はい、赤井選手ここ辺はうまいですよね、はいはい、新井さんがこれをどう崩していくか、はい、あっと、ぶつけ踏みつけした後に、ええ、その後、すぐ動きたので、踏みつけで終わっていると足取られたりしますので、はい、すごい冷静だと思います、ええ、さあ、猪木あり状態、立っているのが新井健二です。下から赤いサッカーボールキックに来ます。これは空を切りました。足を使ってガードする赤い田代、まあ、2年3ヶ月ぶりのこのパンクラスのリングですから、この蹴り上げであるとかサッカーボールキック、ちょっとこの違和感を感じているところあるかもしれませんね。そうですね、違いますからね、その2年半前というとネオグラン決勝戦以来ですよね。さあ、なんとかここパスガードを狙っている。踏みつけ、もう一回踏みつけてきました新井健二。そしてグラウンド組みついていきます。一方下から赤い、これはアームロック狙ってますか。そうですね、アームロックから、まあ、ここは返したい。そうですね、はい、狙っているんですけど、新井さん読んでますね。担ぎ上げたいところ、近藤さん、はい、今の攻防などを見るとやはり新井はこのフィジカルで上回っているかなという印象ありますかね。まあまあ、今のは分かってたと思いますね。そうですか、はい、さあ、下になっています赤い後ろ、手首をしっかりと握っていましたが、ここでブレイクがかかります。スタンド勝負。さあ、残り時間は2分を切りました。新井健二、